米中貿易協議は94.5%が合意を達成し、大詰めを迎えていると報じられましたが、5日、トランプ大統領は突然、中国製品に対する関税引上げを発表しました。トランプ大統領は5日のツイッターにおいて、中国製品2000億ドル、約22兆円分に対して、 5月10日から関税を現在の10%から25%に引き上げると発表しました。さらに、まだ関税をかけていない3250億ドル分についても、まもなく25%の関税を発動すると発表しました。トランプ大統領は、米中貿易協議の進展が遅すぎると不満を示し、中国側が再交渉を試みているが、そうはさせないときっぱりと表明しました。 川普的目的当然是施压，促使北京在本周的谈判中达到美方提出的必须结构性改革的要求。这也是针对中共拖延战的一种断然措施，目的呢就是打破拖延的局面，打乱中共的节奏。昨年12月，与习近平主席会谈后，特朗普大总统完全的提价延期し，協議の余地突然表 外国メディアの報道によると中国側がすでに合意した協議について北京の指導部に報告したところ否決されました前回の協議で中国側は国有企業に対する補助金問題と外国企業に対する強制的な技術移転問題について合意しましたが同意しないことを改めてアメリカ側に伝えましたライトハイザーアメリカ通商代表部代表から このことについて報告を受けたトランプ大統領は、即刻関税の引き上げを決定したとのことです。 我想北京可能已经意识到了，在谈判中中方做出那些初步的让步呢？如果这样做的话呢，中共必然会丧失对中国经济的控制，会丧失中共汽车集团的经济利益，并且呢，他很可能会面对着岛内的反对他的势力极大的反扑。我想他一定是从这个角度才做出这个绝不让步。换句话说，实际上中共宁肯冒着将经济继续恶化这个风险，也不愿意被动的或主动的丧失他对经济的控制权。 トランプ大統領の関税引上げの発表後、中国外交部は6日、中国の代表団はワシントンでの協議のために準備を進めていると述べました。一方、香港のメディアは、劉閣副首相は協議に参加しない、あるいは訪米日程を短縮する可能性があると報じています。 トランプ大統領の関税引き上げについてアメリカ民主党も珍しく支持を表明しましたジャック・シューマー上院院内総務は5日のツイッターにおいて トランプ大統領には中国に対する強硬な姿勢を貫いてほしい。実力は中国を勝ち抜く唯一のルートだとコメントしています。一方、中国では今回の関税引上げに関する投稿がすべて削除され、メディアによる報道や評論もすべて禁止され、新華社の報道を転載するよう求められています。NTD ジャパンがお伝えしました。